メディア、なんで、やっと平穏が戻ったっていうのに。こんなのありかよ。くそ、早く起きろ、起きてせっかたちに伝えるんだ。策を講じないと、メディアは絶対に渡さない。どこだ？ここ。お目覚めになりましたか、主、パト様。パト様、お出迎え早々申し訳ありません。私の力不足が原因で帝国を守りきれませんでした。なんなりと罰を。いや待って、君誰？ここはどこだよ。まずはそこから話をしてくれ。パト様、なぜそのようなことをお聞きになるのですか？まるで今までの記憶がないみたいなことを。ないんだよ、記憶が。俺はあんたの知ってるパトじゃない。俺は3年前に記憶を失った。いや、違う、以前の俺は死んだ。もう蘇ることもないんだ。だから以前の俺に期待していたなら申し訳ないけど、その期待に応えることはできないんだ。だから自己紹介、必要ないなら元の場所に返してくれ。俺はメディアを助けないといけないんだよ。そんな。言い過ぎた。でも俺だって大事な時に別の問題を解決してる暇なんてない。俺は君の涙に屈しない。それ以上に泣かせたくない子がいるんだ。だから帰る。別の国でも能力とオーラを駆使すれば帰れるだろ。なんだ。ここ。至る所に莫大なオーラ。500兆以上もあったラディウスがうじゃうじゃいるような。ここにいるだけで気持ち悪い。ダメだ、足に力が入らない。ここ本当に地球か？こんな力を持つやつばかりありえないぞ。主様、大丈夫ですか？まさかまだお体の具合が悪いのですか？ここ、どこだよ。お前ら、何者だよ。お答えします。なのでどうかお部屋にお戻りください。お願いします、お願いします。この部屋は平気だな。気配遮断系の能力を使っているのか。それで、誰だよ。話し方からすれば以前の俺の知り合いか。それに帝国ってなんだ。そうですね、まずは自己紹介からさせていただきます。私の名前はアリシア、ホーリーナイト、帝王信仰補助列1位、パト、ディカイオス、エウレカ様の第二の専属神でございます。種族は神聖エルフ族、パト様が統括するエウレカ帝国ではルスの間、国営の統括の任務に当たっておりました。マジか。何度かメリアから聞いていた、もう一人の俺の専属神。私は今までパト様とメリア様が消息を絶たれてからずっとこの全世界から気配を探りました。ですが時が経っても全然成果を上げることが叶いませんでした。ですが、あの時、あの帝王神メルトリア様が今までにないほどの移動を始めたのです。異様なまでにまっすぐと、目的地が定まっているかのように。私もその方角の先にある気配を探りました。そこにはすごく弱々しいですが、確かに一瞬メリア様の気配を感じました。仲間には強く反対されましたが、メリア様の気配があるということは必ずパト様もいる。やっと掴んだヒントを私はルールを犯してまで向かいました。地球。エウレカ帝国の星からは遠く離れた場所に位置する惑星、そこから本当に薄い一瞬の気配が確信に変わりました。メルトリア様がその星に向かったのは確実でしたので。私が地球に入った時にはすでにメルトリア様がメリア様を抱えて移動していました。メルトリア様が関わっている以上、私単体ではどうにもならない。ですが主であるパト様を見つけ、救えるのなら私にとって最大の喜び。パト様がいればどんな苦境でも立て直せる。その思いで私はエウレカ帝国まで運びました。そして今、パト様はパト様が統括する国、エウレカ帝国にいらっしゃいます。それじゃあここは、地球じゃないのか。道理で気配が大きいわけだ。聞いたことがある。エウレカ帝国には、上級神、異常の女神しか存在しない。つまり、俺なんかより別格で格上の連中しかいない。いや待て、逆にチャンスじゃないか。相手は帝王神メルトリアだぞ。しかもおそらくメリアの地球じゃない星に運ばれている可能性が高い。ならアリシアと帝国の力を借りれば。そうだ、それにアリシアは俺の想像を超える規格外な存在。地球にいる絶家たちもここに呼んで一緒に考えれば、心配させてるだろうしな。そうか、なら一度メリア奪還のために力を貸してくれないか。アリシアが言うに、帝国も今何かしらの問題があるんだろうけど、メリアがいればうまくいくと思うんだ。そう、今すぐ動けばなんとか。申し訳ございません、それは不可能です。不可能。今この帝国は鎖国状態となっております。現在それほど追い詰められている状況なのです。この状況が回復しない限り、内部から外部にアクセスすることはもう不可能なのです。もちろん鎖国なので、外部から内部への応援もありません。破滅するか、回復するかの二択、今帝国は世界から隔離されている状況にあります。いや、待てよ、意味わかんないぞ。だってアリシアは地球から俺をここまで運んだんだろ。なのになんで無理なんだ。もう一度外に出たらいいだけじゃないのか。
先ほどもおっしゃいましたが、私はルールを犯してパト様のところに向かいました。その罪は重く、おそらく審議にかけられると思います。まずなぜ鎖国し、隔離されているか、それはこの帝国にエラーが蔓延しているからです。その状況は危険度 S、それはもうその時を捨ててそこにいた住民は全員抹消すること。世界の神会規定で決まっている方です。帝国はすでに危険度 S、なのに私は出入りした、重罪であり、上から死ねと言われても何もおかしくありません。私は自分の命よりもパト様から任せられたこの帝国を守る、そして平和にしてから死ぬ。守れるのなら私の命一つくらい帝王神に差し上げますよ。パト様、お力をお貸しください。この状況を何とかしなければどちらにしてもメリア様は救えません。それどころか現在帝国に滞在している従属約1000名が消えます。外部にいる約7兆の従属も内部に援軍を出せない。今いる神たちで迅速に解決しないとダメなのです。すでに長期化していてすでに犠牲者が数万も出ています。お願いします。嘘だろ。俺は、メリアを助けることも、せっかたちに会うことも、できないのか。こんな絶望的状況で、俺よりも格上の神たちですらどうにもできない異変を、世界が諦めるほどの異変を。無理だ。馬鹿げている。俺は、無理だ。どれだけ実力神についても、今まで頼りにしていた仲間全員がいない状況で、知らない場所で、俺は結局誰かがいてくれたから強かった。だけどこうやって一人になると、怖い。何をしたらいいのかわからない。誰かそばに、誰かいてくれ。パト様。悪い。アリシア、時間をくれないか。今は何も判断できないんだ。わかってくれ。わかりました。私は常にここにいますので、不安があればいつでもお聞きください。私はパト様の専属神なので。なんで俺はこんなにもいろんな問題に出くわすんだ。俺が何したって言うんだよ。くそ。寝れない？それどころじゃないよな。そもそも俺は東京の状況も知らない。それにせっかたちからすれば俺とメリアは行方不明。絶対に不安にさせているだろう。カナは俺の声が聞こえなくて不安だろう。ハクは泣いてるかもしれない。ソフィアは離れることにトラウマがある。すごく心配させるだろう。コトカは大丈夫かな。無理してたのに、セッカは俺を探すだろうな。無理してでも、結果、俺はまだ何も伝えれてないのに。メリア、俺はメリアがいないとダメだ。ずっとそばにいてくれたから、メリアが助言をくれたから俺は前を向けた。メリアは俺に依存しているかもしれないけど、俺だってメリアに依存している。俺だってメリアが大事なんだ。それを失うのが何よりも怖い。メリア、メリア、メリア、メリア。俺は、どうすれば。ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。